トロフィー、ワールドクラス B、 セレソンレオーネ、はい、ヨニギリネス、快晴の空の下、オールドトラッフォードから実況、金武彦がお送りします。ついに世界の舞台での戦いが始まります。さあ、試合が始まりました。左にエンドを取ります。黄色のユニフォーム、グランデ、セレソンレオーネ。指揮を取るのはカナリア軍団、レオーネ監督。フォーメーションは 4-4-2。 ロナウド、このシューズの輝きに負けないプレーができるのか。右から左に攻めるのは水色と白のユニフォーム、グランデ、ヨニギリネ。引きますか、国心です。ヒロミソリ監督、フォーメーションは 4-4-2。 カウンターポーズに国語、右、レッド。これは見事な先制ゴール。狙い通りの攻撃といったところでしょうか。前半16分、キックオフです。トラップ、何しても遊びました。パスを出してフラミン突破していく。これは読んでいました。クリア、カフー。フォワードにとって頼れる相棒です。ルイス・グスタボ、スローインで再開です。パス、なるほど。ロナウ、すごそう。どこに合わせてくるんでしょうか。ポストに当たった、エディアナイ。カットに入りました、ウマム。ボールを出します。抑えて、レオーネ監督、テクニカルエリアまで身を乗り出しています。ボールを奪います。ボールを運ぶ、ルーカース。守りの動きに変化を戻します。フェアドシュー、さて行く。攻め込んでいった、外に出して、アタック、外からボールを運びます。持っていく、ここでホイッス。1-0、前半を折り返します。試合終了の合図です。この試合引き分けに終わります。